焼津市内の民家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだ疑いで男4人が逮捕されました。4人は SNS などでメンバーを募り犯行に及ぶ匿名流動型犯罪グループと見られていて、警察は警戒を強化しています。今日午後、静岡市では警察官が住宅を訪れ、強盗や空き巣に対する注意を呼びかけました。今インターホンあると思うんですが、確実に誰が来たのかっていうのを確認して、知らない人であればもう出ないように、そうですね、で安易に扉を開けないようにしてくださいというふうにお願いしております。少しでもその侵入に時間をかけて諦めさせるような対策をしていきたいなと思っています。警察が警戒しているのは、いわゆる特流による犯行。匿名流動型犯罪グループとは、SNS などでメンバーを募り、事件を繰り返す犯罪者集団です。昨日県内で逮捕された20代から30代の男4人。4人は今年9月、焼津市内の民家に侵入し、現金およそ12万円や金庫などを盗んだ疑いが持たれています。警察は特流による犯行とみて捜査を進めています。全国的にも相次ぐ特流による事件。東京三鷹市の住宅で発生した強盗未遂事件では大学生が逮捕されていて、闇バイトが犯行に関わるきっかけだったとみられています。 SNS などで高収入、側近、あと物を運ぶだけの簡単な仕事だとか、といったキーワードがあった場合ですね、これは犯罪実行者募集情報ということで、知らぬ間に犯罪に手を染めてしまうということ、大変危険なものです。三鷹市の事件で逮捕された大学生は、金に困っていて X でホワイト案件を検索した、逃げたら殺すと脅されて犯行に及んだなどと供述しています。深めにはまるとですね、取り返しのつかないことになってしまいますので、これは闇かなというふうに感じたら段階でですね、勇気を持ってグループから抜け出すということをお願いしたいと思います。